はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回はもうちょっとね、メイクが全然違うと思うんですけど、昔私このぐらい濃いメイクをしていて、でこのメイクをねもう一回再現してほしいっていうリクエストが結構来ていたので、使ってるメイク用品とか変わっちゃったと思うんですけど、ちょっと頑張って再現してみました。そのねメイク動画を上げていきたいと思います。ではレッツゴー。はい、それではメイクを始めていきます。カラコンはグレーを使っていきます。まずセザンヌのこの下地を顔全体に広げていきます。私昔はリキッドのファンデーションをしていなかったので、そのままコンシーラーをしていきます。そしてこのケイトのリキッドタッチパクトで押さえていきます。シェーディングは頬骨の下と顎のラインに入れていきます。そしてこのマックのアイシャドウをしていきます。まずこの色をアイホール全体と涙袋に入れていきます。続いてこの色を目尻が濃いめになるようにアイホール全体にブラシで入れていきます。下まぶたにも2分の1ぐらい入れていきます。そしてこの濃いブラウンで目尻を締めていきます。二重幅の幅まで入れていって、下目尻も3分の1ぐらい入れていきます。続いてアイライナーは目頭から目尻のところまでとりあえず描いておきます。後で延長させます。眉毛も昔はブラックで描いていました。まずペンシルで目尻の方を描いていきます。そしてマットな黒のアイシャドウで眉毛を埋めていきます。同じパレットのこの色でノーズシャドウをしていきます。ビューラーをしてまつげを上げていきます。そして久しぶりにつけまつげをつけていきます。このダイソーのつけまつげなんですけど、本当にまつエクみたいになるのですごくおすすめです。芯も柔らかいのでめちゃくちゃつけやすいです。そしてアイラインでまつげの間を埋めていきます。そして延長ラインを、跳ね上げラインを描いていきます。そしていつも使ってるマスカラで軽く上まつげとつけまつげをなじませていきます。下まつげもがっつりと塗っていきます。そしてブラウンのペンシルアイライナーで切開ラインを描いていきます。チークをしてハイライトも目の下あたりと鼻筋、ホティーゾーンと顎に入れていきます。そしてこの赤リップを塗ったら完成です。というわけでこんな感じでメイク完成しました。もう本当に久しぶりにこんなに濃いメイクしたし、つけま自体も本当にハロウィンメイク以来だと思うので、すごいね、なんかすごいウキウキしてるんですけど、ちょっと多少まあ使ってるメイク用品とかは変わってしまったんですが、前私がやっていたメイクをそのままそっくり再現してみました。まあ少しでも何かの参考になればなと思います。では最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お待ちしております。ではバイバーイ。